新潟大学附属新潟小学校は、新潟県新潟市中央区西大畑町にある、国立大学法人新潟大学の附属学校。附属新潟小学校と略されることもある。新潟市内や附属新潟小学校内では、福又は附属小と略されることが多い。2020年4月1日に新潟大学附属新潟小学校に改名された。校舎は、 日本海の近くにあり、ピンク色であるため非常に目立っている。毎年2月には、初等教育研究会が開かれ、全国から1000人を超える、教師、学生が集まり成果を公開している。児童の服装は、自己判断のもと自由とされていて、制服はない。各学年にクラスずつと、複式学級の低学年、中学年、高学年の合計15クラスある。 新潟大学付属新潟小学校は、新潟第一市範、学校男子部付属新潟小学校を前身とする小学校である。教育目標学びを生かす子ども部活動は行われていないが、それに相当するクラブが存在し、主に放課後などに活動をする。4月着任式修行式入学式5月付属、大運動会5年佐渡自然教室6月1日から4年生。 登山7月終業式8月始業式9月6年生、立山自然教室10月、アートミュージアムクロスカントリーインワワの森11月付属ミュージックステーション12月終業式1月始業式2月、初等研究会3月終業式、卒業証書授与式理認識新潟交通のバスを利用する。児童も同様に登校している。また、学校では、 基本的に車での送迎を許可していない。校門前に、付属学校前というバス停があり、新潟駅行きのバスが利用可能。もずくちバスターミナルより、ありがとうございます。